主爆は1930年代後半から第二次世界大戦中にソ連で使用された 12.7mm 及び 20mm 口径の航空機関砲である。主爆の名はシュピタリヌイ・ウラジミロフ航空大口径を意味するの頭文字から来ている。派生型の t n s はシは主爆を装甲車両搭載用として改め設計したものである。は 当初は、シュカス 7.62mm 機関銃の拡大型として、DK 機関銃と共通の 12.7X108mm 弾を使用する航空機用機関銃として1931年より開発された。シュバク -12.7 は、後継が拡大された以外は、シュカスと同様の設計で、1932年には試作銃が完成、テストの後に、 1934年に正式採用されて1935年に生産が開始されたが、シュカスの球団装置をそのまま踏襲したために複雑な構造となり、玉詰まりを起こして分解修理が必要になりやすいなど、信頼性に問題のあるものとなった。構成が複雑で製造が難しいため、1935年中には航空用が410機予定のうち86機、 走行車両用が四十機予定のうち六機完成したのみであった。さらに構造上、当初の要求に反し独自規格の弾薬が必要になり、本来の開発目的から逸脱したものとなっていた。このため、十二点七ミリメートル型の失敗を踏まえて、球弾装置を改良し、使用弾薬を二十 x 九九十ミリメートル弾に変更したものが引き続きボリス・シュピタリヌイト。 セミオン・ウラジミロフによって1935年に設計され、1936年から生産された。20mm 型の生産開始に伴い、12.7mm 型は1936年に正式に生産停止となった。主爆マイナス20は、約マイナス1、i-153、ス1 6ラマイナス5、ラマイナス7、ラグマイナス3、 イルマイナス2の初期型、ハリケーンの独自回収型など多くの軍用機に装備され、装甲車両搭載型の TNSH は、戦車砲として T-38 や T-60 に搭載された。主爆受体に製造、運用ともに特に問題はなかったが、後継の割には威力不足と判断されたため、第二次世界大戦末期には B-20。 バイア -23、NS-37 などの機関法に代替されていった。主爆の原型であるシカスの球団機構を示した図、主爆も同様の球団機構を持つ主爆の作動方式はガス圧式、球団はベルト式で遠隔球団にはケーブルか空気圧が利用された。ガス調整弁には 3.5mm から 6mm までの4つの穴があり、 これを切り替えることにより、発射速度を調節することが可能となっている。前述のように、基本構造は、主化ス 7.62mm 機関銃とほぼ同一で、団体が機関部の外周に沿って、同心炎上に回する過程で団体から、弾薬本体が引き抜かれ、さらに弾薬のみが回転する、球弾装置によって運ばれて薬室に装填される、という独特の機構も同様である。弾薬は、 小緯榴弾と小緯鉄鋼弾を混合したものが用意されている。アイストリア AB チェノゴベルーゼニアハーベスト ISBN9854336956P74 から75ハットチンジョージエムザマシン1ボリュームツ2パート 7US デパートメントオブザネイビー 1952P85 から86本砲は主化すとともに リボルバーカノンの一種であると解説されていることがあるが、回転する部位は、球団装置とそれによって運ばれる団体、弾薬のみであり、薬室そのものが作動に伴って回転するわけではない、ため、リボルバーカノンには分類されない。ありがとうございます。